お待たせいたしました。スマートファルコン武豊騎手です。おめでとうございます。どうもありがとうございます。いや今日のレース、ファンの皆さんはドキドキしたと思います。武騎手はいかがですか？誰よりもドキドキしたと思います。今日のレース内容、いつものように、まあ、軽い感じで花に行ったとは思うんですが、ちょっとこう追跡の手がいつもより厳しかったでしたか？そうですね、少し今日はレース前から馬が少し落ち着きすぎてるかなっていう、まあ、少し気になってたんですけど、道中もこの馬にしては随分リラックスして走ってたので、いいのかどうかなとは思ってたんですけど、まあ、4コーナーでもっと話したかったんですけど、なかなか離れなくて、まあ、その分最後本当にヒヤヒヤしました。1年間勝ち続けてきたスマートファルコン、ここやっぱり最後の最後に来て少しこう目に見えない疲れというか、そういうものがありましたかね？そうですね、まあ、結果的に今まで全力でずっと走ってくれてた馬なので、まあ、その分少し今日はいつもほどのパフォーマンスはできなかったかなというのはありますね。しかし最後の最後、ゴール線上でぐっと首が折りました。やっぱりすごい馬ですね。そうですね、本当にいい馬に巡り合いましたね。まあ、そして今年風に言えば武豊騎手、やっぱり持ってますね。いえいえ、もう本当に今年はあまりいい成績上げれなかったんですけど、もう最後この馬のおかげでこういう形で締めくくれて、来年は頑張ります。それでは最後にファンの皆様にもう一言お願いします。そうですね、この馬と共に海外にも行きたいと思います。そして僕自身ももともと頑張りますので、皆さん応援してください。ありがとうございました。武豊騎手にお話を伺いました。はい、武豊騎手の